ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者、今日は2024年1月の18日木曜日です。今日も3冊シリーズからいきたいと思います。はい、これが第2弾であります。これは師匠はつらいよと、師匠はつらいよというのは藤井聡太八冠の師匠である杉本昌隆さんの本を書いてみたいと思います。今日は、その中のですね、1月1日ですから第44回、この杉本さんのシリーズは全部で100回まであるんですよね。まだ44回ですか、まだ半分に来てないということですよね。これは週刊文集の2021年4月8月号から2023年4月27日号と、これを掲載されたものをまた本に直して掲載を、本を作ってあります。その100回まであるうちの今回は第44回、走る騎士。今年は雪が降る日が多かった気がする。これが2022年3月の10日、文集に出たものですね。走る騎士、今年は雪が降る日が多かった気がする。粉雪、積もった雪、積雪、見る分には風流だが仕事への影響が心配な時もある。道路の凍結は大丈夫か。電車のダイヤが荒れると仕事に遅れてしまうな。どんな日であれ、社会人として遅刻は厳禁。時間に追われる朝は皆戦争である。さて、私たち棋士の対局でも遅刻は時々発生する。丸々先生、1分の遅刻です。こう記録係に告げられ、ペナルティとしての自分の持ち時間を減らされるのだ。持ち時間1時間までの棋戦は、遅刻時間をそのまま、当倍引き。長時間の棋戦は3倍を引かれる。この場合、10分の遅刻でも、初手から30分の勝利になるわけで、やはり遅刻はいけない。朝寝坊は自業自得。交通機関の遅れは不可抗力だが、遅刻扱いには変わらない。ほう、不思議ですね、これ。ただ、その場合は、駅で、延着証明書を受け取れば、当倍引きで済み、3倍引きは逃れられる。でも当倍引きはされるんですね。相手の遅刻は自分の利だが、気合が入っているときそれを拒否したい気分にもなる。私は20代の頃こんなことがあった。遅刻により相手の持ち時間が約15分減らされたその対局、私は何をし迷ったかこう考えた。そんな判でいらん。私は自分の初手と3手目に相手の遅刻分だけ無意味に時間を使う。今覚えば若かったら、これで勝てばなかなかの勘だが、何せ超高派の私、その無駄な時間の消費も響いて終盤のミスで負け。バカである。大幅な遅刻は時間切れの不戦敗の危機なので、対局場に向かう棋士は走る。間に合うことを信じて走り続ける。その一方、対局室で待っている棋士の心情も揺れ動く。かっこ、ちょっと遅れているだけだろう。かっこ、彼は必ず来るはず。かっこ、対局とは二人で作り上げる芸術である。不戦勝を願うなどもってのほか、心を無にして盤の前にただ一人じっと相手を待つのだ。味方によっては走れメロスのように美しい。登場人物に人の心がわからぬ王がいない。待つ側の騎士はその役も兼ねている。時間が経つにつれてこうなるのだ。かっこ、できれば来ないでほしいな。かっこ、やつは来ない。何間に合うわけないさ。かっこ、だってもう少しで勝ちですよ。だんだんと寂しくなる自分の心根が嫌だ。これも勝負師のせい、
少なくとも修行時代の私はこうだった。残り30分20分10分点点点、勝利は目の前。時短出した空気が漂う。かっこラッキーだな、今日はこの後何をしよう。かっこそこに突然玄関前のドタドタという音、そして息を切らせながら現れる対局相手が、そう、間に合ったのだ。周りの騎士もはじめこそ冷ややかだが、かっこ負けにならなくてよかったねの雰囲気。これにて一件落着。いやいや、待たされた騎士は気持ちの切り替えが大変なのである。私は公式戦で遅刻そのものはおそらくないが、ギリギリの入室は何度もある。関係者をやきもきさせたことも多いはずだ。読者の皆さん、遅刻には気をつけて。そして今度が第45回将棋との出会い、たどりきていまだ三塁。これは昭和32年、増田幸三実力制第4代名人が大山康春15名人を破って史上初の三冠制覇を達成した時の言葉だ。藤井聡太竜王が五冠達成後に発した森林限界の手前の元祖とも言うべき名言なのである。公式戦で600勝を挙げてから約1ヶ月半経った私、いくつか勝ち数は加えたが、もちろん700勝はまだまだ。果たしてどうたどり着くのか、九段はどうか。人生は諦めなければ負けない。なので倒れるまでは前を向く。これが自分の主義だ。とはいえ、まずは健康第一である。さて、区切りの勝ち数を達成したので、ここで自分の反省などを数回に分けて振り返ってみたい。なお、このテーマは不定期である。私が将棋を覚えたのは小学2年生、7歳の夏だった。時は昭和51年。モントリオールオリンピックが開催され、ロッキード事件が世間を騒がせ、町ではシモン・マサトの泳げたい焼きくんが流れる。正直忘れていることも多いが、とにかくそんな時代であった。父からトランプやオセロ、五目並べを教わる。その中の一つに将棋があったのだ。昭和51年。はあ、まあ泳げたい焼きくんとよく覚えてますね。まあロッキード事件もまあ覚えてますね。駒が8種類、それぞれの能力が違うことに興味を持つ。特に相手や自分の駒を飛び越える桂馬の動きが最高であった。桂馬でこうやって王様を取れるんだぞ。初級者の父は矢倉囲いをしか知らない。桂馬を高く持ち上げ、こう描いて囲いの中の玉目がけて急降下、カチンと2枚を重ねて私に見せた。子供心を引きつけるには十分すぎるほど、あれから将棋にはまったきっかけだろう。新しい競技を子供に教える時の指導者の持つ役割は非常に大きい。興味を持つか否かは本当にわずかな差で、これは人の運命だと思うのだ。すっかり忘れていたあの日のこと、父はもうこの世にいないが、将棋を将来の職業にできたことは感謝の念に堪えない。そして結局伝えそびれたが、騎士として子としてこう言いたい。お父さん、あの時の教え間違っているよ。間違っているよ。桂馬の特性を説明するなら、美濃囲いがセオリー、矢倉囲いを選ぶことはなんて筋が悪い。将棋を覚えて半年から1年経った頃だろうか、親に連れられて町の将棋大会に出るようになった。そこで審判長をされていたのが、あと2勝になる板谷進む九段だった。そこは屋外の将棋大会、雨上がりで長靴、首には手ぬぐいのいでたちの板谷九段。自ら指導される大会で弟子たちと共に忙しく動き回っておられた。坊や、どれぐらいさせるんだ。こんな感じで気軽に話しかけられる板谷九段。ご自身の将棋道場はまだ早いからと、甘講談社の
将棋教室を紹介してくれた。その教室には小学生の子供がたくさんおり、笑いあり涙ありのさまざまな出来事が。おお、もう行数がないぞ。この続きはまたの機会にしたい。またの機会に。もう一ついきます。やつとの戦い。2022年3月24日後、順位戦がクライマックスを迎える3月、約10ヶ月間のリーグ戦が終わり、開放感に包まれている棋士も多い。私もその一人で、それはあれに関与するところが大きい。まずは少し前の状況から述べよう。駅前の和食の店、なかなかの高級店だけど、行きますか。高級店。大嫌いですね。あ、いやいや、独り言です。高級店、かっこ A 級、B 級、一組以外の各組の成績不振者数名に次ぐ、私の属する B 級2組では、これを2回取ると高級、かっこは高級へのキー信号。振り返れば1年前のこの時期、私は順位戦を終えて3勝7敗、一つ目の高級点を期した。もちろん高級そのものよりマシだが、これを取ってしまうと、翌年度のリーグ内の順位が大幅に下がる。練習にも影響してくるし、良いことは何もないのだ。何？かっこ何？来年10連勝で昇級すれば関係ないさ。かっこ。かっこ。いや、もう一回高級点を取ったら、陥落だな。かっこ。平常心と不安心が入り混じったこの一年。どこだ。これは、なんだ、かな。魚の小骨が喉の奥にずっと引っかかっているような、例えるなら、魚の小骨が喉の奥にずっと引っかかっているような、いや、もう少しシリアスかな。そう、運気を悪くする不吉なものを抱えているような気分だったのだ。なるほど、高級が目の前にあるとね、厳しいですね。文字にするのも嫌なので、この後は高級店を大嫌いなあの野郎とか、やつと表すことにする。ちなみに私は6年前、2匹のやつに取り憑かれて、一旦 C 級1組に高級している。実は、今朝の私、3月1日の順位戦最終戦に勝てば、6勝4敗で勝ち越し、規定により、高級点を、いや、やつを消せる、大一番を迎えていた。その勝負は激戦。夜戦に入っても不利になるも、11時半過ぎになんとか勝利、やつを消し去ることができた。目いっぱい時間を使っての、総力戦が自分らしく充実感があった。翌日の目覚めは快適。外に出れば3月の空は暖かく自分を迎えてくれた。今日の風は記憶に留めたい。ホテル近くの神宮球場から国会議事堂前まで約1時間。景色など見ながら歩き続けた。師匠の子、板谷進む九段の好きな言葉は、将棋は体力。自分なら人生は体力かな。かっこ若い藤井聡太君にもまだわかるまい。かっこそんなことを考えたりもした。こうして終えた今期の順位戦、大嫌いなあの野郎は今年の自分から消え去った。とはいえ自分はやつに好かれており、来年以降も必ず出くわすことだろう。願わくはなるべく先であってほしい。え、頑張ってもっと勝ってて。確かにその通りですね。今はネット上で将棋ファンが盛り上がる時代。特に順位戦は中継を見ている人もハラハラするらしい。あ、杉本さん、マイナス1000点の握手、何やってるの？お、勝ったのか。これで引退までの寿命が伸びたな。浮き沈みが激しいからこそ人生は楽しい。棋士は幸せである。さて3月9日、藤井竜王は順位戦 B 級1組の最終戦に勝ち、A 級に昇級。最高の形で2000飛んで21年を締めた。
これで永久棋士、きっと来年度はさらに盛り上がるはずだというね、藤井聡太さんの師匠の杉本昌隆さんの、ちょっと自分のことを結構書かれておりますね。結構厳しいところもあるようですが、でもそれを乗り越えて指導者として、杉本昌隆さんは、これは名古屋市から金のシャチ賞というんですかね、指導者がいただける賞をもらいました。指導者として藤井聡太八冠を育て、そして指導者として教室も持ちながら将棋の文化を名古屋市からその関西、まあ、名古屋の地域ですね、その地域に将棋ファンを今すごく増やしながら、また棋士も増やしていくとい う指導者としての評価をされたわけです。その杉本さんも師匠はつらいよという面もあるわけであります。私もみやちゃんもチャンネル登録がストップすると下がったりすると確かにショックですが、今はそんなショックなど考えず、前へ前進することを考えて、あなたと一緒に喜びを分かち合いながら頑張りたいと思います。みやちゃん、今日も行くぜ。くれよ。